うん、なんか昨日たまたまフランスのニュース見てて、うん、エッジ・オブ・エタニティっていうフランスから出たJRPG が、うん、そのもうフランスの FF っていう形でプロモーションしててスタートしたんですよ、うん、だから要は FF を作りたいフランス人が FF を作りましたっていうので、はい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 、だからそのなんか FF というものっていうのがそのRPG とかジャンルじゃなくて FF が好きっていう、うん、そこら辺の強いブランドを作ったのって、うん、やっぱ14だと思うんですよね。いや14以外の FF って、まあ、日本人は超やるんですけど海外の人でそんなに知られてなかったじゃないですか、うんうんでもそのグラフィックの方向性とかで言ったら今までと大して変わんないじゃないですか、うんまあ、綺麗にはなってるんですけど、うん、なんかその14だけ突出してその海外の人に受ける理由はよく分かんないですよね。他の FF 海外であんま売れてないじゃないですか。まあ売れてないっていうか好みが分かれるんですよ FF ってそれはつまり売れてる FF もあったって8以降が顕著なんですけど、はい、どの FF が好きになるんですよ。 FF が好きってよりはなんか俺の中での FF はやっぱり10なんだよねとか、はいはい、僕3最強だと思ってます、まあ、僕も3がやっぱりシステムが完成した最初の FF だと思ってるので、うんうんうん、その変にこうなんていうのキャラにドラマも極端につけられてなくて自分がこう主人公でありながらみたいな、だからそこをまあ、14の場合はやっぱりそのテーマパーク FF のテーマパークなのでいろんな FF のファンの人たちがまあ集まれる場所って思ってゲームデザインしてってるからどっかに安心感はあるんじゃないかなと思ってそれぞれのナンバータイトルの好きな人たちがだまあそれの集合力っていうところはあるのかなって思うのと同時にやっぱり14は14としてのオリジナルの RPG じゃなきゃいけないので僕らが思う、まあ、これは僕らのチームですよ。僕らが思う最強の FF のストーリーはこうだと思って作ってるっていうのはでかいんじゃないかな。でなんか結構、うん、だその吉田さんが思う超面白いっていうのがなんで海外の人に理解されたかどうかが分かんないんですよね。で坂口さんとかもこれ超面白いでしょって言って出したわけじゃないですか、うん、で日本中ですごい売れて面白いよねってなったんですけどやっぱり海外の壁は越えられなかったじゃないですか。で吉田さん別に英語喋れないのになんで外国人に好かれるものを作れるのかが分かんないんですよ。まあでもやっぱりそこは僕が北米発信のオンラインゲームで育ってきたからだと思いますよ。彼らのというかゲーマーの好きとかここなんだよなみたいなのがあんまり国関係なく共通にあるものっていうのがなんとなく分かるというかそこは結構でかいのかもなって思いますけどね。でもそんなに言ったらその韓国の MMORPG とか、うん、もうアメリカの完全に模倣しましたみたいなのがいっぱいあるわけじゃないですか、うん、そこと吉田さんの差は何なんですか。あれはもう体力な気はします。続けられるかどうか確かにそう MMO って、まあ、日本国内のやっぱゲームビジネスが特殊で、はい、一社単独でやるじゃないですか。めちゃくちゃな金額突っ込んで、はい、今でもですけど。でも海外ってやっぱり投資が後ろにいて、あ、なるほど、そうそうそう、どんな会社でも結構後ろに投資家いるんですよ、はい、でこれが我慢できない、あもうこれだけレベニュー来るって言ってたじゃないか君らと、はい、さっさと一回返したまえってなってくると、うんうんうん、まあ損益分岐しちゃうと投資家も渋り始めたりも当然するから、だんだん続けたくても続けられなくなるっていうのがやっぱりあるのと、やっぱりリリースを急げっていうプレッシャーってすごくかかっちゃうので、はい、ここが結構でかいかな。うちはもうどっしり申請したからにはその多少の上がり下がりではなくて、まあ、どれぐらいの長さを続けるかによって儲かってる限りはギブアップはしないっていう方針で会社のバックアップというかを得てやってるから、はい、そこはどっしり構えて長期計画をしてコンテンツを途切れないようにできるだけで、しかも効率よく作ってボリュームを増やしていくってことを長期にわたってやれたところはなかなか他のそのメーカーさんにはできないことかもなって思うんですよね。ここはね、明らかな差です。これはゲーム開発で韓国行ったり中国行ったりヨーロッパ行ったり北米行ったりで開発者と話すんですけど、みんな羨ましいって言いますもん。それはそこが本当にきついって。